ということで、アンインストールできるやつは大方アンインストールした感じなんですが、えー、気になるのはこれなんですよね。DEL っていう名前がついているプログラムね。これが何者なのかというところなんですが、あ、あとこれも DEL が提供するプログラムですね。どういうプログラムなのかを確認してみましょう。まず DEL カスタマーコネクト。え、DEL カスタマーコネクト。 皆様のご意見に基づいたユーザーエクスペリエンスの向上を実現します。新しいアンケート調査の準備ができ次第お知らせいたします。んこれだけなんだろうねこれ。うーん、限りなくいらない気がする。まあいいや。じゃあ次、出るデジタルデリバリー。これですね。出るデジタルデリバリー。えー、まあ要するにデジタル購入品を管理するプログラムなんですよ。 今回買ったこのインスパイロン11はデジタル購入品特別ないんで実際ここに何も一覧出てこないからね出るデジタルデリバリーが起動したらダウンロードなう リマインドミーまたはドゥノートダウンロードのオプションから選択することができますって書いてあるけどそもそもそんな画面出てこなかったもんねだからもうこの機種に関して言えばこれはもう必要ないプログラムですということですねで出るファウンデーションサービスこれはあれかな DLL かなんかかなプログラムのライブラリーだよねきっとねこれここにここに出るファウンデーションサービスなんてないもんねあるはずないよね だからこれアンインストールしちゃったりなんかすると他の DEL のプログラムが動かなくなっちゃったりする可能性もあり得るんだよななのでこれはアンタッチャブルじゃねえか次 DEL サポートアシスタントこれは何かっちゅうとこれですねこれだこれは何サポートアシスタントってこういうものなんだねそれで検査もできるんだね でシスス、テム情報も見れる。サポーーートにアクセスドド、ライバーとダウンロード通知。お使いの DEL システムをしっかりメンテできるのはシステム構築チームのみですそのために当社はサポートアシスタントを制作しました適切な DELEEMC サポート担当者に詳細を素早く送信します登録は任意ですが 登録さされれるると問題発生時に出るからの音が優先されますでこれで登録するとどうなるんだこういう画面が出てきてだから出るマイアカウントでログオンするという話だ。まあいいやとりあえずこれは話が長くなりそうなんで後回しにしましょう。つまりこれはやっぱり。 デルにサポートを受けるときに便利なプログラムという話だよね。ということなんで一応このデルサポートアシスタントとデルサポートアシスタントエージェントこの二つは一応いるのかなのデルタッチパッドっていうのはこれはタッチパッドのドライバーなんでこれを提供しているプログラムなんでねこれは絶対必要。でデルアップデートこれ何かこれであるから何かっていうと おお出るから最新アップデートを取得しますおりゃどれだどこに行ったこれだ出るアップデートお使いのシステムは最新の状態ですねこれを見てみるとだん画面が出てこないぞ画面が出てこないぞこうなってるからアップデートを今チェックしてる最中なのかな画面が出てこないお お、準備ができましたって出てきたね。詳細。出るアップデートサポートアシスタントアップデートプラグイン。あ、そう。まあいいや。とりあえずこれはやっといた方がいいと思うんで、今すぐインストールしちゃうね。今すぐインストールして。で、終わったんだ。最近行われたアップデートは再起動が必要ですと。まあいいや、再起動は後にして。要するにここをやるとアップデートをチェックすることができるんだね。バックグラウンドで。 画面とか全く出てこないんだけれども。で、えー、っと、出るオンラインサポート。出るサポートへようこそ。サービスタグまたはプロダクト ID が必要ですっていうことだよね。サポートを受けるっていう意味がどういう意味なんだろうね、これね。これとここのサポートアシスタントから起動して。 た画面でだここでサポートにアクセスってあるよねこれって同じなんですかねおりゃんテクニカルサポートへの問い合わせこれはあ電子メールチャットまたは電話にてお問い合わせうんー。デルコネクトこれは何リモートでパソコンを操作してくれるっていうやつかな少なくともこの画面とは全然違うものだね どういういいことなんだじゃあコミュニティフォーラムこれはこれもまた全然別だよなぁコミュニティフォーラムだもんねまさにサポートフォーラムこの辺の違いというか位置づけというかその辺がよくわかりませんねだから結論としては DEL アップデートっていうのは DEL サポートへ連絡するためのものですということですね じゃあ、このデルの商品登録って何この画面そのものを言ってる気がしてならないんですけどね。デルの商品登録。いきますよ。おりゃ。あれマイ・インスパイロンか。Windows のセットアップの時に出てきたやつだね。ああ、そっか。こっちの画面が出てくんだ。結果としては多分、ここと似たようなことになるんだろうけどね。 という理解で正しいのであれば、デルの商品登録はアンインストールしてしまってもよくって、なぜならばこっからやればいいからってだけの話だよね。クイックセット64ってありますけど、これ何者かっていうと、ここのデルのカテゴリーにないし、Q という文字でもここに登録されてないんで、何なのかよくわかんないんですけれども、ピンク、これを見てみるとですね、 ここの画面に来るんですよ。よサポートへようこそ。つまりここの Del アップデートで起動するオンラインサポートこの画面と同じなんですよねということなんでその Del アップデートと一緒にインストールされるものではないかなと思われますあと Del のヘルプとサポートっていうのもあるんだねここにもあんのかなここにないね手にもないね手にも入っていないので ここを見てみればうーんこれも謎だな分かんないなこれこんなの絶対アンインストールしちゃっていい感じするけどね。ということなんで今回見てみたプログラム群はこれとこれ以外は基本的にはユーザーサポート用のプログラムということでしょうね。 ただなんか機能がいろいろあってしかもなんか役割分担がよく分かんないとかまあ分かりにくさはあるけれども最終的な目的はそういうことなんでしょうね。